はい、皆さんこんにちは、アンタレングルフィッシュです。今回プレイしていくのはですね、信長の野望創造の中の関ヶ原の合戦のイベント回戦の様子をお届けしていきたいと思っています。で、関ヶ原の戦いはですね、以前西軍側石田三成でのプレイをお届けしたことがあったんですが、今回はですね、東軍徳川家康でのプレイをしていきたいと思います。イベント回戦の直前までですね、関ヶ原の戦いのシナリオを進めていまして、これからまさにイベント回戦を始めるというところからですね、実況の方を始めていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。晩秋の濃霧が兵士たちを静かに包み込む。関ヶ原に布陣した徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍、両軍が睨み合いを続けたまま、すでに2時間が経とうとしていた。これ福島正則ですね。待たれよ。今日の先手は我らが役目。何人たりとも通り抜けるは許さぬぞ。これは井伊直政です。これはお役目ご苦労。我らは松平忠義様の初陣に備え物見をするだけのこと、案ずるには及ばぬ。総大将徳川家康の息子である忠義のためだと言われると揉めるわけにもいかず、福島軍もしぶしぶ直政の通過を許した。鉄砲隊玉込めせよ。よろしいので。構わん。この天下分け目の大戦、先駆けは我ら徳川でなければならぬ。この直政が先陣を切る。破棄赤備えよ、我に続け。抜け駆けとは感心せぬ。皆迎え撃て。浮田が戦見せつけてやれ。おのれいい目が。抜け駆けとは卑怯な。おのども突っ込め。遅れを取るな。いい直政の攻撃を機に東軍西軍の諸隊が交戦を開始。天下分け目の戦いがここに幕を開けたのである。はい、というわけで石田三成を撃破せよということで、開戦しました。まずは陣立てから見ていきましょう。まずは家康側ですね。東軍、黒田長政5400、細川忠興5000、加藤義明が3000、福島正則6000、東堂高虎2500、それに井伊直政6600で、家康3500ということで、総勢58000、ごめんなさい、59100ですね。一方西軍、石田三成南宮さん8000、島津義弘が1650、小西行長が6000、浮田秀家17000、大谷義継が5600、脇坂4100、小早川秀明16000で、南宮さんに展開している毛利勢はちょっとこの関ヶ原の戦いの今映っている陣立てには入ってきていませんね。というわけで、どう攻めるかというとこなんですが、小早川秀明にですね、この徳川家康をぶつける必要があるので、家康の本体を、小早川秀明の陣まで進めましょう。皆の者、手を貸してくれ。で、浮田秀家17000はかなり大きいので、この浮田秀家にどう当たるかというとこなんですけど、黒田長政と細川忠興、これを
石田勢小西勢に当てましょう。かしこまりました。で、井伊直政をちょっと前進させてですね、かしこまりました。基本的にはこの寝返り前提の小早川勢には兵を当てません。東道高虎も、ちょっと兵を動かして、浮田勢17,000、大谷義継勢6,000、この辺りに当てていきたいと思います。で、大谷勢はおそらく小早川勢が寝返れば殲滅できると思うので、かしこまりました。承知いたしました。お任せください。まだ敵の射程に入ってきていないですね。おそらく、おお、動いてますね。行くぞ、行くぞ。まず小西勢と細川勢が交戦始めました。それと浮田勢と福島正則、ここも交戦を始めてますね。そしたら北勢に直政をぶつけましょう。承知しました。はい、かしこまりました。お任せください。かしこまりました。まずは臨戦を使ってきました。そしたらこっちもですね、どうしようかな。相手が臨戦使ってきてるんだったら、こっちも臨戦を使って、防御力を強化したいんですが、臨戦持ちがいないか。臨戦持ちがいないので、まあ方向を唱えて、まず細川勢を強化して、かつ、いいな、おまさ赤鬼、これ使いましょう。で、誰らが攻めに耐えられるか、囲い込むような形で、かしこまりました。戦っていきましょう。お任せください。で、いいな、おまさを浮田勢の横に当てたいんですが、そうすると小西勢に後ろを突かれる恐れがあるので、それを細川勢でカバーさせましょう。そして、長政を小西勢にぶつけます。そうこうしているうちに、おそらく家康が、小早川に当たると思います。特に寝返りのイベントが発生しない。これは予想外だったな。かしこまりました。三成が参戦してきましたね。
浮田勢がそろそろ敗走するかな。これは浮田が敗走すれば締めたもんですね。で小早川秀明と家康が今ぶつかってますけど、まあ、力の差が歴然としてますね。小早川勢は何もする暇もなく寝返る暇もなく潰しました。史実だとここで小早川が寝返るはずなんですけど、まあ、その必要なく敵を撃破しましたね。そしたら小西勢ももう持ちこたえられないでしょう。おそらくお任せください。会えるぞ。行きます。トンボ切りを発動して安坂勢を粉砕していきましょう。始めるぞ。加藤義昭を かしこまりました。石田勢にぶつけていきます。ここまで来たらもうほぼ全軍を持って石田勢に攻めかかりましょう。かしこまりました。安坂勢も退かせました。もう東軍の圧勝ペースですね。我に続け。三成がもう1万5000切ってますね、兵力が。そしたらここで突撃をかけて大谷勢をぶっ潰しましょう。福島勢も三成に向かいましょう。我に続け。かしこまりました。攻め、生きれない。大谷勢も敗走させました。敗勢が見始めた石田軍の中で鬼神のごとき戦いを続ける男がいた。左近ですね。早い時間に銃撃により負傷しながらもここまで石田軍を支え戦い続けてきた。この戦これまでのようだと、まあ島左近は、天下の名士と言われた、まあ優秀な武将だったんですけど、石田三成が破格の待遇で迎えたという武将ですね。今こそ大恩に報いるときさ、黒田細川の小アッパ武者とも我が地獄行きの友をせよと。石田勢に主に対陣していたのが黒田長政と細川忠興だったので、まあ、この2者を指して今話をしていますね。大谷勢も敗走させたので、皆の者、手を出してくれ。もう直政が退いたか。直政がやられる。お任せください。承知しました。ただもう戦いはほぼ決したと言っていいでしょう。これは始めるぞ。
さあ今射程に捉えた。ここで家康が聖者を使いましょう。三河武士の魂決して砕けん。これで石田は壊滅だな。これで石田勢も敗走するしますね。はい、というわけで石田三成を撃破しました。開戦から6時間天下分け目の決戦は決したと。石田小西浮田大谷ら西軍の中枢部隊は壊滅状態。物ども勝ち時を上げようということで、大勝利ですね。西軍の石田三成でプレーした時は相当苦労して家康を倒したんですが、東軍だと戦闘力が高い、武将が揃ってるので、まあ、普通に力攻めするだけで正面からね攻めかかるだけで、余裕を持って、倒すことができたかなと思います。関ヶ原の戦いここに決着と。家康の勝利が戦乱の世に終止符を打ち、太平の世を招いた瞬間であるということですね。はい、というわけで今回はですね、関ヶ原の戦いのイベント回線の様子を、お届けさせていただきました。いかがでしたでしょうか。もし興味ある方いらっしゃいましたらですね、西軍でプレイした様子もですね、石田三成の野望という題で、チャンネルの方に投稿しておりますので、ぜひぜひそちらの方もご覧いただければと思います。というわけで、今回はですねちょっと短いんですがここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。